どうも皆さん、アホボンバー、ボンバチャーボンバーは徳島のパンムギンです。いつもご視聴とコメント、高評価本当にありがとうございます。さあ本日もね、ドッカンバトルやっていくんですけども、今回の動画ですね、ちょっとこのフーラーね、ちょっと使ってみようかなと思ってます。で、極限ゼット覚醒して、だいぶね、優秀になりました。で、最強の一族の極限の味方全員の補正も増してくれるということで、まあ、今回ですね、久しぶり恐怖の制服編成で熱湯悟空伝 GT 編行こうかなと思ってます。ぜひね、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。で、今、ドッカンバトルさん落ち着いてるじゃないですか。で、1月13日ぐらいかな、インフィニットドラゴンヒストリーステージ18が、まあ、来るぜということで、それまでね、まあ、やることないぜっていう方は、まあ、リンクスキルとか、ランク上げとか、やってる方おられるかと思うんですけども、まあ、日々のなんかストレス抱えることあるじゃないですか。まあ、そんな時はネットここでいて悟空をねサンドバッグにしていけっていう、まあ、そんな感じでございます。で、そのためにはですね、この最強兄弟がもううってつけなんですよ。悟空のサンドバックするには。はい。で、私のリーダーなんですけど、変身クラスですね。恐怖の制服、または変身強化の高倍率リーダー。で、パッシブこんな感じになってまして、私ね、虹です。連撃17、会心15。まあ、リンクスキル上げてません。ちょっとリンクスキル上げるのちょっと苦手なんですよね。で、中身なんですけども、極体兄貴ですね。兄貴最終形態。これもね、極限ゼット覚醒してだいぶ強くなりました。連撃11、会心15の虹でございます。はい。で、変身弟ですね。で、パシブ、これも極限来て、だいぶ強くなった。連撃中に会心14の虹で、これはね、リンクマックスにさせていただいてます。はい、イベントドロップさん、壁弟ですね。はい、悟空に対しては、ものがガードしてくれますから、で、なおかつ、ダメージ軽減持ってるんで、壁弟ね、これ作ってなかったイベントドロップさんですよ。で、イベントドロップさんで、極限 Z エリアで極限 Z 覚醒もできますから、ぜひね、やってない方、作ってない方、育成してちょうだい。ね。これもリンクマックスにさせていただいてます。で、3.5 個弟ですね。はい。無凸でもね、これね、3.5 個弟、めちゃめちゃ強いですから、これもリンクマックスにしております。はい。で、フレンドさんね、やっとね、これ変身クーラー、出てきてくれました。これもストレスですわ。もう、遊びたい編成で、フレンド枠にね、使いたい、フレンドリーダー、まあ、出てこない。これもストレスですね。そういう時は、悟空に八つ当たり。で、サポートタイトル2つね。お願いします。行きましょう。じゃあ、久しぶりのね、ネット悟空伝 GT 編で、最強一族編成。まあ、恐怖の制服ですね。はい、やっていこうかなと思ってます。はい、悟空を解ける様を、ね、この動画で皆さんにお届けしてですね、ぜひこの動画を見てですね、もうすっきりと徳島のパンムーキンのこのネット悟空伝 GT 編のこれ最強一族編成見たらもう心がスッキリしたって方ぜひね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。なんだよお前それ。そんなやり方で悟空倒せるの分かってんじゃんって方もぜひね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。ということで、これ 3.5 個弟で、だいぶね、この第一ステージですか、ワンパン間近にしてくれますから、本当に 3.5 個弟の復刻来たらですね、もうコイン交換してでもぜひね、手に入れていただきたい、キャラですね。ね、やっぱり日々の、ストレス皆さんも抱えてるかと思います。仕事、人間関係、学校、やれ勉強。で、まあ賛否両論ありますけど、ゲームとかね。ゲームのストレスも結構あるんですよね。倒したいのに倒せない。クリアしたいのにクリアできないとかね。ガシャでもね、ガシャが出ないとか、いろいろストレスあると思います。で、仕事関係も上司が鬱陶しい。で、人間関係、一緒に同僚ばっかりなんか、上司に認められるとかね、まあ、いろんなストレスあるときは、まあ、やっぱり先ほど言いました、悟空に八つ当たりですね。この最強編成でね、いくと、もうめちゃめちゃスカッとしますから、これ微量に残っていくんもね、このネット悟空伝 GT 編の魅力ですね。もうこれもストレスですね。はい。これ、ドカン置いとけ。3.5 億ドカン置いといて、とりあえずね、クーラー兄貴で、もうやっちゃったら、まあ、ええわ。3.5 億弟でやるわ。3.5億弟で、とりあえずね、とどめ、刺すという。ごめんね、早口で。ごめんなさい。やっぱなんていうんですかね。だら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 喋るよりも、スパ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 話した方がいいかなということで。まあ、果たしてこの動画に需要あるかどうかって言われるとちょっとわかんない。まあ、ちょっとしたね、ネタと言いますか、まあ、皆さんにスカッとしてほしいなという感じでございます。で、早速変身しましょう。変身したらですね、この変身クーラーが、
恐怖の西武の補正が途絶えてしまうんですけども、アタック無限上昇つくんで、まあ、とりあえずこの長期戦に関しましてはですね、俺は早い段階で、変身させていただいてます。うん。アタック上昇、無限上昇で最終戦でドカンと、この変身兄貴やっちゃっていただきたいなっていう感じ。で、このイベントドロップさんの弟もね、ガード弟も、アタック無限上昇ですから。もうすごい。もう熱湯悟空伝の申し子と言っても過言ではないですね。はい、フーラの追撃ありがとうございます。フーラの追撃だね。うん。はい、ありがとうございます。硬いですね。これ硬いんですよ。これめちゃめちゃいいですね。ただ必殺来るとしんどいですね。これ変身クーラーのところね、必殺来たらだいぶしんどい。314万。で、これね、根血純粋で確定回心してくるんですね。素晴らしいキャラですよ。アレスは。今の年末年始のステップアップガシャのピックアップともなってますんでね、持ってない方はぜひ狙ってもいいんじゃないかなと思ってます。ただね、もう1月末にさ、もう1周年じゃねえや。あれあれ、7周年来ますから、もう今のガシャ回した方がいいかって言われると、いや、置いとった方がいいですね。回さないでいただきたいと、私は思ってます。まあ、回したい人は、まあ、回してもいいんでしょうけど、まあ、流石持ってるんだし、だってね、周年っつったら、大型イベントですよ。わかりますか？徳島で言うたら、阿波踊り。ねえ、甲子園で言うたら、よさこい踊り。よさこい祭りか。で、東京で言ったらオリンピックみたいなもんですから。ねえ。まあ、流石置いとったら絶対、なんぼかいい。で、ガードね、まあ、してくれるから、もうこれ属性と関係ねえんすわ。関係ねえからね、敵の多いところにね、これ、イベントドロップさんガード弟を持っていったらね、もう大丈夫だ。もうなんも心配はない。なんの心配もない。ガード弟。わい、蓋開けたら安心するね。ご飯のおかわりあるよぐらい安心する。おデブちゃんってね、ご飯のおかわりありますんで、いくらでも行ってねって言われる言葉がものすごい安心するんですね。これね、パパイヤ鈴木さんも言ってました。はい。ごめんね、話されていくよね。俺ってこの長期のね、動画をね、撮るとね、なんかね、話がどんどんとずれていくんですね。上手に実況したいんですよ。もう皆さんみたいに。大手の皆さんみたいにね、ちゃんとキャラクターを紹介しつつ、で、声優を紹介しつつね、最後まで喋りたいんですけども、私、そういうのができないんですね。ドッキラさんにも言われました。徳島さんってプレゼン下手ですね、と。はい、その通りでございます。プレゼン下手なんですよ。まあまあ、それありきの、徳島のパンブーキンと思っていただけると幸いです。やっぱ普通にさ、解説で、まあ、丁寧に解説するの、もういいっていいんですよ。もう、できる方本当に羨ましいんですよ。僕もしたいんですよね。3.5 個等とかだいぶ高火力を出していく。で、やっていくんですけど、やっぱりこの私らしくないんかなと、思ってます。やっぱりこういう、なんていうんですかね。こういう、徳島のパンムーキンのおしゃべりが好きっていう方も中には、おられるかと、私思ってるんですよ。まあ、それを信じてね。まあ、今宵も動画をね、頑張っている所存で。ございます。ドッカーモードですね。変なところでドッカーモード来るも、やっぱりね、徳島のパンブーキンチャンネルの醍醐味というところで、これガードしてくるからね、これ必殺来てもいいと。おお、避けていく。はい、ドッカーモード、ありがとうございます。変なキャラでドッカーモードを打ってしまうっていうのはね、まあ、やっぱりそれも、ありきな。そんな感じでございます。一個取りこぼしも、徳島のパンブーキンチャンネルの醍醐味でございます。あ、いいですね。やっぱりね、こう、喋りながらね、動画を撮っていったらですね、なんかメリハリがつくと言いますか、喋るってね、ストレス発散にいいんですよね。だから友達と飲みに行ったら、ベラベラ私喋るんですね。喋りすぎて同僚にも言うんですが、特パンコンとね、ご飯行くとですね、疲れると。ベラベラ喋りすぎて、特パン君とね、ご飯行くと、もう疲れるからあんまり行きたくないっていうね、カミングアウト。この間、いただきました。まあまあまあ、それね、それはね。いや、だってさ、黙って、飯食いたくない。せっかく一緒に、ね、気の合う仲間と飯食いに行ってね、黙って飯食うだけやったら家で食っとけっていう話でしょ。やっぱりお話ししなきゃ。やっぱ喋ることっていいですよね。言葉に発する。ガスを出す。愚痴も言いたい。抱え込まないで、
結局のこう何ですか、この最強一族みたいに言葉でも会心をね出したいんですよ。いや本当に、いやもうすっきりしますから、文句言うたらすっきりするで、ね、ああすっきりする、これ微量に残っていくのもストレスよ。これやっぱりね、あの言葉なしで、あいつ嫌だなとか、あこいつ嫌いだ、あいつムカつくやなって言うたら全然もうストレス 80% 軽減しますから。もうあのやっぱりお友達とね、あのおしゃべり、まあ、今ね興味ね、ちょっとあのコロナ禍で、ちょっとそういう状況が難しくはなってるんですけども、やっぱりお電話とかでもさ、いいですから、一人で抱え込まないで電話してっていうあの CM あったでしょ、昔何年前の CM やってな、ハイヒールももかさんの、うん、よく知ってんのかなこれ、こんな CM ね、うん、さあさ あ, あそんなこんなで、今も最終ステージの一歩前かですね、はい、まあ、こっからが長いですよ、ネット国で GTA、 ただ最強一族編成はそんなの関係ねえです、はい、やっぱりねこの兄弟やっぱり強いなと、悟空サンドバッグには持ってこいなチーム編成ですね。これ何回も言いますけど。もうストレス発散でございます。で、このフーラがだいぶ温まってきたんじゃないかな。うん、350万。いいですね。すばらない、すばらしくないって言いたかった。あの、すごないが素晴らしいが合体してすばらないって言って、これ流行らせてくださいね。ぜひ学校で会社で、流行らせてください。はい、ありがとうございます。で、そうですね。並び、あ、ちょっときついね。ちょっと並びしんどいんじゃないこれ。ちょっと怖いところの、ウィスっとくかな。うん。ウィスっとくわ。さあ、果たしてここまで動画見てくれてる人いんのかな、ちょっと僕ね、そればっかり心配してるんですよ。あの、10分以上の動画ってね、あんまりね、あ、そう、避けるんだ、こいつ。あんまりね、見る人少ないんじゃないんだなって。だからあの10分未満の動画僕あの結構多いんですよ、あの動画撮るのに、うん、結局のところこの10分、まあなんおるのかな、うん、おるのかな、まあラジオ感覚でさ、まあ聞いて、これ車のさ、あの通勤途中とか、うん、車で通勤とかラジオ感覚で聞くなり、あの電車の中で、あのイヤホンして、あ、聞くなり、あの電車の中でこんな私の声爆音にさせたの。あのね、あの友達減りますよ、警察呼ばれる、警備員来ますよって話で、ね、ございますけども、うん、まあ爆音な電車の中でね、これあの YouTube を爆音で聞いてるのは、まあ、なかなかいないでしょうが、うん、さあここでも最終ステージちゃいます、早いっすよ、早いでしょ、いいよ、うん、やっぱりこの編成って素晴らしいですね、ほらもう最終ステージ、うん、すごない、すばらない、すばらないすばらない、これすばらね、あ、今まだあれ聞いてるよね、ウイス聞いてるよね、うん、変なところで必殺く来たりしますからね、あ、3枠目にさガード弟をやっていった方が良かったかもしれない、あ、まあまあまあいいでしょう、うん、いいと思ってる、うん、ウイス聞いてるよな、うん、はい、まあ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 いいでしょう、まあ、必殺が、余計そう言わのね。もう余計のもストレスですわ。だから今日のテーマはストレスになっちゃいそう。うん、これタイトルなんでしょうかな。まだサムネも作ってない。ね、この段階では。うん、まあ、この動画投稿、皆さんが見てる頃には、もうサムネはもう出来上がっても投稿してるんでございますけども。うん。もうぜひね、ストレス抱えてる方はですね、もうネット広告で GT 編、まあ、いて、欲しいなと思ってる。あのね、何がね、嬉しいと言いますか、スカッとするっていうのがね、この敵のゲージが3本4本、溶けていく様が、ものすごい僕の中ではスカッとするんですよ。あ、やってんなって。ダメージ与えてんなって。うん。でサイコパスじゃないよ。サイコパスではないけどね、私は。うん。あ、これ並びどうしよう。あ、まあ、これちょっと変なところできた。変なところできた。あれやから。うん。ちょっとウイス使うわ。結局アイテム使ってんじゃないかって、スカッとなってないんじゃないかって思ってる方おるでしょ、カチャいいのよ。カチャいいのよ。うん、とりあえず倒すことに意味があるからね、ほらほらほら、そうこういうところでさ必殺来たりするじゃん。うん、てかさ、フルパワー報告、ほらウイス使っても27万やで、危なーない。ほんま危なーない、だからネット王国伝 GT 編で危ないよね。うん、惜しみもなくアイテム使えるっていうか、これも1ストレス、ね、
ストレス抱え、ストレス溜まってやったらするなっつ話。515、だいぶ温まってきたよ、おい。変身兄貴。で、確定回信でもう一発 !530 万。いや、素晴らしいな、素晴らないこれ。素晴らないで、確定回信。あとも3ゲージですよ。素晴らねえ。素晴らない、うん、素晴らしい、素晴らしい。600万いや、でもね、逆属性というのは、あの苦手属性なんですね。まあ、開始出るでしょう。ありがとうございます。あ、もう一発来てほしかったね。もう一発来てほしかったね。まあ、いいでしょう。まあ、もう、フリーザで落とすかと思ってます。はい。フリーザで落とすでしょ。いや、フリーザで無理かな。フリーザで無理か。いけるかな。188万。まあ、アタック無限上昇っつっても、あんまり上がらないよね。さすがイベントドロップさんだなと思ってるんですけどもね。あの、作ったらぜひ作ってほしいですね。おい、ここできた。ナイス。そう、あのね、ここで来るなっていうところね、一冊来るときありますから、ぜひ気をつけていたですね。495万、回避をされていく。さあ、もうこれ、油断大敵ってこのことよ。そう、回避するんをね、ついつい忘れちゃうね。さあ、もうこれで、フィニッシュでしょうよ。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、フーラをね、まあ、極限 Z 覚醒したんで、まあ、フーラ引き入れた最強兄弟編成で、まあ、熱闘国で GT 編、挑んでみたという、まあ、動画でございましたけども、13分ですね。はい。まあ、皆様ね、日々ストレス抱えてる方はですね、この最強兄弟編成で、熱闘国で GT 編、挑んでみたらどうでしょうかっていうところで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。